皆さんこんばんは。目と目で話ができる、それが目音というけれど、暗い夜道を手と取り合って、越えた涙の水たまり、ありがとう、お前は俺の恋女房。人が六畳一間、明日を夢見て生きてたね。苦労ばかりお前にかけて、折れて消えそうな薄い肩、ごめんな、お前は俺の命だよ。長い年月いろいろあって、やっと二人に日が差した。お前いたから歩いてこれた、今度生まれて俺の恋女房。